こんにちは。こんにちは。お願いします。お願いします。今日も切れ込んだ質問いきますよ。僕が久しぶりに見ててください皆さん。お前さ、はい、室内だと元気だよね。顔生き生きしてるし。いや、僕はやっぱインドアなんで。いや、もう室内だと足つらなくていい。そうです、もうその心配もないんだよ。足つんのが一番怖いですから。そうだな、この世の中で。もう全身つったかと思って、ね。はい、もうほぼ全身つってましたけど、ね。そうだな。今回ですね、はい、このプロ野球のイニング間に円陣組んでるじゃないですか、選手。まあまあ、ね、プロ野球だけじゃないですけど、高校野球とか全部組んでますけど、高校野球は結構組むよな。まあやっぱり組んで監督が喝入れてみたいな感じですけど。選手だけの時もですね。選手だけの時も。まあ、それプロ野球選手の円陣組んでる時ってどういうこと話してんだろう。これは人によって違うな。あ、そうなんですか。デーブ大久保っていうのはさ、はいはいはい、一球一球メモつけてるんだよな。へー、何を投げた何を投げた何を投げたって、先発ピッチャー打てない時とか何を投げた。で、5回ぐらい前にあれが傾向が出るじゃない、はいはい、これが多いとか右だったらこれが多いとか、それを伝える。へー、でも本当作戦ってことですね。実践的なデータをちゃんと気合とかっていうよりかは、だからデーブ大久保がバッティングコーチやってる時に西武でエンジン組んだらほとんどその回点取ったりとかしてたよ。やっぱそういう傾向を伝えることによって、まあまあデータだよな、伝えることによって絞りやすくなる。ここ最近でやっぱり石井拓郎がエンジン組んだ時には必ず点を取るような気がする。まあ、無言のプレッシャーもあるんだよ。例えばこれ昨年広島戦で神宮で広島戦をねやってる時に、昨年おととしから去年石井拓郎がヤクルトに入ってた、はい、広島から、はい、無言のプレッシャーだよね。あ、石井拓郎がエンジン組んだ、そしたら何かを変えてくるはずだという無言のプレッシャーがあるよ。だから何を伝えたかじゃなくて、石井拓郎がその広島に対してあからさまにエンジンを組んだという、そしたら余計な神経を使うじゃないですか。なるほど、敵チームにプレッシャー、うん、そういう形で与えてるってことですか。そういう与え方もある。なるほどなるほど。言えばその精神的な部分もあるよね、うん、まあ、例えば移動ゲームで帰ってきてホームにゲームをやらなきゃいけない、みんな疲れ疲弊してる、その時よしもうちょっと頑張るとかね、もうファンのために頑張ろうよとか、まあ、そういうこともあるし、はい、傾向だとかデータを与える時もあるし、はい、で無言のプレッシャーを与える時もあるし、だまあ使い方としたら様々だよね。ただこれは言えることは、むやみやたらにエンジンを組んでもダメだと。なるほど。まあでもチームに決まり事があるみたいな感じのチームもあったね。え、そう、エンジン3イニング終わったらエンジンを必ず組む。ああ、なるほどなるほど。まあ例えばミーティングをして試合に臨むわけだ、その傾向通りに来てるのか一つ確認をする、はい、3回に一回り打順がした時にどうだと、はい、ミーティング通りだと、はい、なぜ打てないんだ、打てなかったから、いやこうこうこうです、もう情報を取りながら、じゃあこうしてみよう、まあそういうこともある。ちなみにすごい疑問なんですけど、例えば DeNA とかってラミレス監督じゃないですか。ラミレス監督が例えばバッと切れた時って通訳の人も切れるんですか。いやだからサッカーのさ、トルシエの時にさ、やっぱその通訳が重要だっていう、はいはいはい、言って、トルシエのテンションで通訳したよね。いやいや、これ笑い事じゃなくて、はい、やっぱりそのニュアンスを伝えるためです、ね、はい、すごく大事なことで、でも例えばラミレスが怒ったうちのマネージャーのユッティみたいなやつが言ったところで、何え何言ってんのって聞こえなかったら困っちゃう。そうですね。いや、そしたら伝わらないわけじゃん、はい、だからそれは通訳としたらやっぱ同じテンションで喋ってあげた方がいいという、うん、へー、助っ人外国人の選手についてる通訳の方とか、なんかどういう、だからそれ逆もあるじゃないですか、その監督がバーって日本語でバーって切れて、それを隣で、なるほどね、みたいな、その助っ人外国人にバーって怒られても、通訳がうーみたいな。いや、だから通訳を怒られるから、監督に。
通訳いや、枯渇っていう通訳がいたんだよ、はい、昔ね、なんかものすごいこう、テレタレテレタレしてた外人がいたんだ、はい、お前ちゃんと伝えてんのかとか言ってその人はね、優秀かどうかもわからないんだ、俺ら、まあ、まあそうっすよね、わかんないですよね、ほんと外人がお前なんて言われなんで神田が言ってんだよって変わってつつかれるわけよ、ほんほんほんって言ったらなんとかやって鼻で笑うわけうわそれ見てると、はい、お前ちゃんと伝わらないかわいそう、怒られない、もう板挟みだからいや、ほんとっすね、いや、だから大変な仕事なんだ、いや、大変ですわ、まあ、エンジンの話から、うん、あの、枯渇さんの話ね、枯渇さんの話、ご健在なんすか、いや、それはわかんない、ああ、もう消息不明